をして竹をかじったりして遊ぶようになってきております。しっかりと慣れることができるようになるのは1歳の誕生日を迎える頃になるかと思います。ゆき、一人っ子で誕生したせいかとても単純で一人遊びも得意ですが、お母さんのことが大好きでとっても甘えん坊です。お母さんがこのように食事をしている時も一緒に遊ぼうとじゃれ合う姿ももしかしたらこの後ご覧いただけるかもしれません。木からとんがってるわ。ゆきも時々ゆうきから落ちてしまうことがあります。しかし、ガンマはとても体が柔らかいので、怪我をするということはほとんどありません。皆様向かって左側のユーフォー、今年3月ですが、ユーフィーにとっては初センスの時に私たちからプレゼントしたユーフォーですが、今では